でも激辛ジョニーです。今日もみんなの下に火をつけてください。やってきました。はい、今ただいまね、岡山県の岡山市にいるんですけれども、今回はとんでもない激辛混ぜそばがあるというこの情報をキャッチしたね。今回のメニューはフーダ野田店さんになります。今日挑戦するメニューが混ぜそばなんですけれども、大阪のデビルチャーハン同様、もう言うまでもなく辛いですということで、辛いというリアクションを、極力避けながら今日は進んでいきたいかなと思います。それでは早速今日の激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。あ、今日食べるのはこの死神ですね。マジで後悔しますと、いろいろ書いてます。これ世界第1位の辛さってこれ 今なってますけども、今はちょっと変わってて1位の、唐辛子はまた別にあるんですけども、はい、こんな感じですね。でこれチャレンジには、同意書が必要ということで、キャロライナリーパーの梶さんを使用した大変辛い料理ですと、うん、まあやばそうなんですけども、じゃあ早速書いていきましょうか。死神来ました。もうあ、しかもご飯ついてる。うわこれはすごいね。これがブートジョロキアですかね。なんかどれか小さいのがキャロライナ、キャロライナ、細いのがブートジョロキア。あ、ブートジョロキア、はい、なるほど。もうインスタ映えしますねこれ。いただきます。さあ死神さんお手並み拝見ですよ。すごいな。じゃあちょっとこのまず、この赤いプチトマトですかね。はい、このプチトマトさんはちょっとこっちにまず避けて、混ぜそばですからしっかりね下から混ぜて反応していきたいから。もう麺が見えないですからね中の。もうどこ行っちゃったね。で入ってる具材はまあ唐辛子、ネギ、玉ねぎですかね。あと卵、生卵、もやしも入ってますね。新潟の超鬼殺しっていうやばい唐辛子も入ってるみたいですね。これいきます。しっかりこのブートジョロキアとキャロライナリーパーの辛さがグサッと突き刺さりますけど、あ、あ、でもなんだろう、これやばい唐辛子使ってるんですけど、魚粉ですかね、香りが口の中にふわーって広がってうま辛いですね。この麺自体はねこれ全然いけますね。うまい、うまい、あ、ごめんなさい、なんか、いや、ビビってましたけど、全然、これ演技なしで普通にうま辛いですね、醤油飯も。ご飯合うわ。ご飯めちゃくちゃ合います。うん。うん、じゃあそれでは残りキャロライナリーパーのこのブートジョロキアをこれねまあブートジョロキア食べたことあるんで生の、キャロライナリーパーはこれ生で食べるの初めてなんで、キャロライナリーパー、うん、もらうな。
苦味があります。苦味がごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。風太野田店さんの死神辛さレベル、じゃん、辛さレベル7です。おめでとうございます。7ですよ。はい、麺自体が6で、その身に関してはまあ8とか9とかいくんですけど、まあ総括して総合的に7といった感じです。まあでもね、麺自体この魚粉を使ったような感じで、ね、非常に香りが、コクもあって美味しかったです。まあうまカレーです。はい、ね、ご飯も合いますし、はい、といった感じですね。まああとね、これね、死神の一歩手前に激辛というね、ものがあるんでね、このちょっと怖いよっていう方はこっちチャレンジしてみてください。あとはもうノーマルの台湾まぜそばありますんでね、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでお願いします。死神ですからね、死神ですから、迂闊に挑戦したらね、本当にあのように持ってかれちゃうかなと思います。まあ僕は持ってかれないですけどね。